まあ、ゴールは、なんかいい感じにこぼれてきたんで入れと思って打ったら入りました。まあ、やっぱフックのボールがでもあそこに絶対入ってくるんで、点取れてよかったっす。はい、で試合は本当全員の本当献身的な守備と1のいいセーブとか本当全員での守備がこの失点数のになってると思うんで、このまま勘違いしないで、別に7連勝か6だっけ7だっけ7連勝くらいしてるけど、もう勘違いしないで、うん、去年の悔しさとかそういうのは分かってる選手いっぱいいると思うんで、そういうの勘違いせず引き続きやりたいです。はい、ありがとうございます。